ボットを作ります。はい、ということで今日はこのザ・レゴムービーのこれなんだっけ、エメットロボット、エメットのロボット、これエメットが最後にマスタービルダーになるんだよね。そしてマスタービルダーになってこのロボットを作ってみんなを助けるんだよね。メグ、これさめっちゃでかいんだけど、うん、箱がね、箱が大きいってことはいっぱい材料入ってるけど作れそう？うん、ねえ、じゃあ後ろ見せてくれる？はい。はい。こう見ると結構ね動くところもあるね。うん、ちゃんと足も動くって、うん、ね。うん、はい。ということでじゃあ早速作ってみる？うん。はい。じゃあ開けよう。はい。よし、開いた。まず一つ。一つ入ってるから二番だね。二番。じゃあ順番通りちょっと置いてみようか。1番これ、うん、1番、はい、1番、2番、3番、3番ないじゃん、これ5番だよ。3番、ちょっと待って、3番、4番、まだある、5番。お、台座がついてくるのか。あ、違うな、台座じゃないのか。ただ折り曲がないように段ボールに入ってるんだけど、メグ、今まで見たことない大きさのそれ、説明書だよ。それそれ、多分、うん、説明書？うん、ほら説明書だろ、うん、ねえ、それがそうなるんだって、ね、最初エメット、うん、エメットです。あった。はい、ということで、うん、じゃあ、うん、1、2、3、4、5、クロスは5つだね、うん、はい、まずは何からですか。エメット、まずは人形からだね。はい、じゃあ制作スタートでーす。いや、僕エベット。できました。足が、はい、すごいね、体と足の部分ができた、いや、うん、これしか動かないな、うん、足を重いと動かないみたい、うん、タイヤ、足がタイヤなんだね。4番の袋、うん、あとは袋、あと4番と5番、うん、はい、じゃあ向き作ります。よいしょ。腕ができた。はい。ここにゴムなのかな。うん。とりあえず回る、ね、うん。ここは両手両足がついたね。うん。
あとは、うん、あとはクレーンのところ、うん、そうだね。はい、じゃあ続いて作っていきます。なんでこんなことなんだ、うん、できました。はい、頑張ったね、うん、3時間半ぐらい、うん、はい、かかってエメットのロボットできましたね。どうだった、作って。動くとこちょっと難しかった、やっぱり、うん、ね、結構部品点数多いしな。動くとはここ、うん、あと腕2つ、うん、足、足もこれさ、タイヤがさ、ゴロゴロゴロってなんだよね、うん、こうやってね、ゴロゴロゴロってね。全身バッグ、うん、これも、運転席、うん、で乗り込むことできるんだよね。これがアンテナ、うん、これ剣みたいね。で、この手とかも動くんでしょ、うん、これあとこれも、これも回る、うん、後ろがどうなってる、後ろなんかタンクみたいについてるの、うん、これ、うん、またま、あー、本当にちょうど箱と同じぐらいの大きさになったね。これエメットがここ開くんだよね。はい、ちゃんと運転してるね、エメットね。ユニコーン、ユニコーンで、これがこいつらもついてくるんだよね。はい、よいしょっとね。はい、ということで結構ね、今回はね、対策だったもんね、頑張って、作り上げました、レゴムービーの、はい、エメットの、最後ね、マスタービルダーになって作って、助けに来るね、ロボット、作ってくれました。はい、以上です。アビちゃん。